れ様ってありがとう、皆さんもお疲れ様。そう、前髪切ってから前髪調子よくなった、長すぎたんだと思いました。楽しかった、よかった、嬉しい。初銀河劇場でしたね、すごい。皆さん見やすかったです、なんかその席の感じが見つけやすかった気がします。ちょっと段々になってるじゃん、だからね、いい具合にね、皆さん顔が抜けててね、こんばんは。たくさん言うかって、うわー嬉しい、私推しじゃないでしょ、私推しなの、私推しじゃないでしょ逆に聞くみたいな。あゆりZ母さん、よろしくお願いします。今日は椅子のね、椅子変えたわけじゃないけど、あの背もたれなくしてみた、最近、昨日からだけ。楽しかった、よかった。ゆうかちゃんって、ゆうかってちゃんと叫びました、嬉しい、ありがとう。座高高いねって、座高、うん、ありがとうわかんない、角度がね違うんです、配信の角度が、あのカメラが下にあるの、そう背高く見えるよね。あペンライトありがとう、キメメのイントロを流れると完全に優雅に気持ちが変わる、おお、じゃあそれまでは違うということか、悔しいありがとうございます、嬉しい、曲に合わせてペンライト書いてくださるなんて嬉しいです。ジョージ不安定みたいになってるよねどっちだよってね。おおすごい、100万回再生、わあありがとうございます、嬉しい、うわあ100万回再生やった、たくさん100万回再生でね、100万回もウォッチミーって聞いてるんだね。ウォッチミーに関してももっといっぱい出てるか、ウォッチミーって何回言ってるんだろう、ウォッチミーウォッチミーとかもあるから相当言っているかも戦闘力爆上げじゃん、わあありがとう、嬉しい、フラワースタンドさやちゃんありがとう、嬉しい、こんな間も私今日もありがとう、嬉しい、タワーありがとう、今日も夜遅くの配信なのに会いに来てくれてありがとう、昨日ぶりの嬉しい、いっぱい会えるのが幸せですよ、本当に。コメント読むよ、コメント待ってるね、ありがとう、タワー、タワーありがとう、嬉しい。さくらさんスペイビー行ったよって、ありがとう、初めましてだ、コメントはありがとうございます、嬉しい、ありがとう。せやちゃんのコメント来てないか、来てないか、ありがとう、スペイベ超楽しいよ、遠征いいじゃん、私たちもね遠征ですから一緒に遠征しましょう、今日めっちゃ楽しかったよ、昼も夜もたくさんありがとうって、こちらこそ泣きの絵文字まで嬉しい、ありがとうさやちゃん、たくさん
もうねやっぱライブ昼と夜でもね、まあ、瀬戸利は一緒でもやっぱりなんか雰囲気は変わりますから、どっちもね楽しんでもらえて嬉しい。ありがとうさやちゃん、また会えるの待ってるね。ありがとう。ゆうかちゃんも一緒になったわ、まさかの、嬉しい、ありがとうございます。やっと似てる人だから分かりやすかったかな、ありがとう、嬉しい。これからどんどん仲良くなりたいです。私お話し会やりに行くからよろしくね、よろしくね、ありがとう。一番楽しかったわ、まさかの、ありがとう。もうじゃあ毎回毎回更新していこうしていこうっていうか更新していきます。チキチさんありがとう。これはスッキンって書いてある、ありがとう、嬉しい。ちぃさんありがとう、ライブお疲れ様でした。近くでたくさん目があってめっちゃ嬉しかった、楽しいライブありがとうって、こちらこそありがとう、めっちゃ目あったよね、ありがとう、嬉しかったですよ。今日も東京都ってちゃんと見つけられて私も一安心、あ今日もちぃさん見つけられたっていうね、私も嬉しかったです。本当にねいつも会いに来てくれてありがとう、私もめちゃくちゃ元気もらえているので幸せでした。どうもありがとう。お家に着きましたか。2周年もありがとう、嬉しい。2周年ね、もう皆さんたくさんお友達などなどジョイニアジョイのね気になっているよみたいなねっている方なのさせていただけると嬉しいです。1名やって楽しかったね、楽しかった、いっぱい合わせてくれてこちらこそありがとう。明日お誕生日、お誕生日めっちゃ近いやん、おめでたい、明日待ってますね、配信するはず、夜かなするはず。遅くなって初めてなって、嬉しいですよ、そりゃありがとう。カズリンジョさん大好き、ありがとう。ムギンさんはじめまして、よろしくお願いします。うちは気合い入れて作る、マジやった、ありがとう。ちょっとあれだね、見つけられるように頑張るね、嬉しい。こっそり持ってきてくれてたの、ありがとう、やった。チャーミンさんはじめまして、よろしくお願いします、ありがとう、嬉しい。ちょっと見つけられなかった、あ、すごい、ハト、うん、すごい、すごい、ハト、わあ、ありがとう。これは私の画面に出ていないの、ちょっと待ってね、探す、あれ出てない、更新とかのボタンもない、あれ、ありがとう。なんとなくおそらく誰々さんだろうなみたいなのはなんとなくあれだけど、すごい今のハートのキラキラ、どなたですか、なぜ表示されないんだろう。あ、ジェフさんありがとう、嬉しい。そう、同じタイミングでねコメントが来たからね、そうかなと思ってた。ありがとうジュフさん、嬉しい。今日結構しょっぱなに見つけてたと思う嬉しかった。ちょうどね私がよくいた側、多分今日はなんかこっち側いんだなみたいなところにいらっしゃったから、めちゃめちゃ目あったね、ありがとう。すごい配信まで来てくれて嬉しい、ジェフさんありがとう。あのね、目合った時にねちゃんと話してくださるのが、ね、嬉しかったです、ありがとう、嬉しい。またいつか対面では、お対面ぜひぜひよろしくお願いします。お疲れ様って、ありがとう、最高、お疲れ様まで、ありがとう、嬉しい。
あら、全身優香グッズにできないの？そんなことがあり、こっそりは見つけられないよ。そうなの？こっそり見つけられないよ。今日もパフォーマンス素晴らしかった。今日も私は癒された。ありがとう。対面行ってみたい、嬉しい、ありがとうございます。今回の今出てる対面受付のはありがたいことに多分もないんですけど、またねいつか、もう最近は対面の機会とかねたくさん増えてきましたので、またいつかできる時があればその時はよろしくお願いします。人生初スケブを経験できて楽しかったって見てたよ。ありがとう、嬉しい、かわいい、ありがとう。待って私さ、あこっちか、あ行けた、今見れた、何もないです。レグルさんありがとう、大好き、ありがとう。嬉しい、絶対だよ。絶対だよ、近い。そう今日ね結構席近かったかも。対面準備バッチリだ、名札もありがとう。本当にね名札はねありがたいです、嬉しい。ゆうちゃんこんばんは、はじめまして。まあ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 シアさん、うん、なってるかな、よろしくお願いします。ライブで見つけやすいこの特徴とかありますか？ペンライトでお顔を覚えてる方とかだったらペンライトで顔が照らされてたらお顔が分かりやすいので、あ誰々さんだってなれるかな。そう、安弘くんありがとう、好きってありがとう、嬉しい、今日に来てくれてありがとう、ありがとうございます。配信も来てくれてありがとう。またね一つ思い出が増えたということでとっても幸せです、ありがとう。これからも、まあ、ライブ姿もすごい、あ、これが姿もそうでない姿もいっぱい見てもらえるように頑張るね。ありがとう、今日に来てくれてありがとう。そう、顔をね早く覚えられるように、顔とお名前とその方が伝えてくださった言葉とか内容とをねこう一致させられるようにね頑張ります。そう、ペンライトね、顔がその照らしてるっていう意識がなくてもなんかこうやっぱ顔が出てくるじゃないですか、こう挟まってたら赤と赤でとか、まあ赤じゃなくてもね、他のファンの方とかでも光ってたらね必然的に顔にライトが当たってるので、客席ってまあステージよりは暗いじゃないですか、暗いところにライトがあるとね結構見えやすいんですよね。そう、見つけやすいです。すぐ名前覚えられるかな、覚えられるかも、割と。今日は客席比較的明るかったと思います。2,3 階席のね方もね見えてました、お顔まではっきりと見てましたよ。ステージから見やすいって、おお本当に見やすかった、顔見えてますよ。うん、顔覚えられるのはやっぱりお話し会が一番かなと、そうね一番早いかも。顔と名前が一致するのがやっぱり、名前覚えててもう顔一致しないっ
とか一致しないこともね、ちょっとねできるだけ、そのオンラインの時とか顔見えてるから、なんだっけ、一致できるようにね頑張ります。暖房に当たると眠くなってきた。全然眠くなかったのに、あったかいと。うん。時間も時間だね。そう、誕生日ね、あとちょっとだよ。びっくり。私もびっくりです。はい、暖房すごい目が重くなる。でも切ると寒いしな。ちょっと待って、向きを変えてみよう。横向きとかにしてみる。今週なんですよ、気づけば今週です。20歳の私もこんな感じですよ。絶対何も変わらないはずです。あ、絶対口開くのバレるね、これ。バレない方法を探したい。ちょっと今日は12時までも持たない気がします。もう今にでも寝そう。最近は12時にはもう布団に入って眠っていますからね。だがしかし、私は今日はやることがあるんだ。寝てられない。意地でも起きなきゃ。意地でも起きなきゃだよ。はあ。ね。まだ帰ってる途中。わあ、気をつけて帰ってね。で、電車あるの？まあ、まだあるか。気をつけて。ばあ、優しい。みんなさん、もう15分経ってるの？私そんな時間に始めたっけ？その間に。そうなのね、ありがとう。目がね、ちょっと配信したいんだよ。まあね、今日は3時間ぐらい踊ってたからね。3時間って時間にするとそんなに長くないんだよね。時間にするとそんな長くない。ライブはね、なんかそんなね、なんかすごい疲れるっていう概念はないのであれなんですけど、うん、3時間はね、なんかリハとかに比べたらもう全然なんか感覚がね、多分違う、変わってきてるのかもしれないけど、本当にすごい日になって、なんか何時間踊っているんだろうみたいな感じになるから、そうね、3時間って感じ。お友達と2周年コンサートありがとう、嬉しい。いっぱいたくさんの方に来ていただけるように頑張っております。
ぜひ会いに来てください。おお、垂れ目じゃないのに垂れ目に見えるぐらい目がトロンってしてる。垂れ目じゃないのに私は起きなきゃなの。やばいよ、こりゃ寝るで。どうしよう、起きなきゃなのに。私はこういった場合は頑張って起きるか一旦寝るかだな。どっちだな、どっちだ。一回寝て多分2時とかに起きて気合で乗り切る。不規則まっしぐらなんだけど。あー、寝たら朝になってる。いやー確かにこれ寝たら朝になってる時の睡魔。え、どうしよう、絶対に寝たくないんだけど。でも最近12時には寝てるからもう眠たいもう眠たい、うん、眠たいよ、眠たいよ寝たいよ。今あのテスト前の気分めちゃくちゃテスト前の気持ち、久しぶりによみがえるこの感じ一夜漬けほどのピンチを、ピンチな感じになってないから眠いんだろうな。一夜漬けはもうする時は本当にあの大ピンチっていう、あの大がつくくらいにピンチなので、あの眠くても脳が寝させてくれないんですね。はい、だからあれなんだけどガチで心配になってきました。いや大丈夫です、ありがとう心配、大丈夫です。あのいざとなったら寝ます、もう寝ます。そう、ももさんかな、すごいすごい、これなんと何文字、すごい。ももさんよろしくお願いします。ライブの超孤独ライブを見て最近好きに、ちゃう、好きにじゃなかった、気になり、気になってるんだ。じゃあ好きにって、好きになる、なったって言ってもらえるように頑張ります。ありがとう、ももさん、はじめましてで気になり中、気持ちが先行しちゃった、好きになったいな一夜漬けね、意外って言われる一夜漬けなんですよ、意外とね。私は直前に、そうそう、あ、一周回ってきた、来た来た、これ一周回って来たかもしれない。KTKR 来た、これ一周回った、あ、一周回った回った回った、すごい、この5分の間でいけた。まあ、もう一周する可能性はあるけど一旦いける。まあでもおそらくもうピンチなので、とりあえず40分までにし、40分になったら単純目をしますね無防塵モード。君の戦闘力最強でしょ、ファイティー、明日も戦う、ウォッチミー、ウォッチミー、トゥルトゥルトゥル、来たこれ、来たこれ わ、すごっ、村山優香最強だって、ありがとう。歌うと目が覚めるかも。
イヤホン壊れてるからな。悔しい。イヤホン買わなきゃ。イヤホン、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 イヤホン。明日にでも買いたいね。あれでしたっけ、 Bluetooth のイヤホンって配信できましたっけ。それだけ知りたい。 ALYT かな、 Y さん、こんばんは、よろしくお願いします。多分できる。マイクが速くなっちゃう。おお、できない。あー、どうなんだろう、ちょっとずれる。あ、 Bluetooth だしね。確かに Bluetooth でさ、動画見るとずれるよね。そういうことか、そういうことか。ありえるね。できるけどずれるみたいな。OK、 じゃあ、はい、買います。ちゃんと買います。お誕生日の時にカラオケ配信できないのはちょっとピンチですよね。それかメンバーに借りるか、明日だけ貸してみたいな、明後日だけ貸してって、しあさって、ちょっとわかんない、カレンダー見てないからいつ会えるのかわかんないけど一旦借りるか。いやー、申し訳ない、そんなそんな申し訳ない。どうにかします。あと4日ぐらいでどうにかしますね。まあそんなこんなで、やっぱりちょっと眠たいので、ちょっと40分も待たなさそうなので、断じゅみをしていきたいと思いますはい、10歳の方からです。10歳、たとまるくん、ありがとうございます。12、おひつじさん、ありがとうございます。11、かまったさん、ありがとうございます。10位、しょぎょうもじょうさん、ありがとうございます。9位、ついっとくさん、ありがとうございます。8位、なっちゃん、ありがとうございます。7位、しんさん、ありがとうございます。6位、かつりんちょさん、ありがとうございます。9位、レグルスさん、ありがとうございます。4位、さやちゃん、ありがとうございます。3位、やすひろくん、ありがとうございます。2位、しげちーさん、ありがとうございます。そして1位、ジェフさん、ありがとうございます。皆さん、タワーも本当にありがとうございます。ありがとう。明日はちょっと朝昼夜どこでするかちょっと決めれてない。まあ朝はないんだろうな、この眠そうな感じだと。朝はないんだろうけど、もう昼夜どっちかでしたいと思います。ちょっとまだ決めれてないんですけど。フベロンさん、ありがとう、頑張った、ありがとう、嬉しい。睡魔レベルは、まあ、1分では寝る、1分以内には寝れますね。まあ、まだお布団にはこうね、ちょっと外で着てた服だから入んないけど、まあ仮に入ったとしてふーってしたらもう一瞬ですよ。本当に寝たいんだけど、何かを頑張れ、何かを頑張るね、言えない何かをありがとう、頑張ります。あ、今のでも寝れそうだったまあそんなこんなで、皆さん今日は今日も配信見に来てくださってありがとうございました。そしてスペシャルライブに来てくださった皆様も本当にありがとうございました。たくさん目を合わせてくれてありがとうの気持ちでいっぱいです。本当に嬉しい、ありがとうございます。明日からも一緒に頑張ろうね。うわー、待って、虹と風船ついてるじゃん、ありがとう、嬉しい。これからどんどん仲良くなろうね、ありがとう、嬉しい。ということで皆さん、今日も一日お疲れ様です。明日からもえいえいよー、バイバーイ、お
やすみ。みんなは早く寝るんだよ。私も頑張ります。バイバイ。おやすみ。またね。